荒牧清美は、栃木県日光市出身の元女子、アイスホッケー選手で、現在は、日本競輪選手会栃木支部所属の女子競輪選手。日本競輪学校第102期生。師匠は、大橋徹。ジップは、元競輪選手の荒牧智和。日光市立日光中学校、東京女子学院高校を経て、日本体育大学体育学部体育学科に、 進学する傍ら、女子アイスホッケーチームの西部プリンセスラビッツに所属し、全日本女子、アイスホッケー選手権大会で優勝に貢献。また、アイスホッケー女子日本代表として、バンクーバーオリンピック予選にも出場した。その後、日体大を中退し、競輪学校第102回試験に合格、ガールズ競輪の1期生となった。 同好在校競創成績は27勝を挙げ第4位。2012年5月1日、日本競輪選手会栃木支部所属の競輪選手として登録された。7月1日に平塚競輪場でデビューし3着。初勝利は同年8月4日の慶応各競輪場。初優勝は同年9月17日の広島競輪場で挙げた。 ガールズ・ケイリン特別競争では、デビュー年である2012年12月28日に、開催された第1回ガールズ・グランプリ出場選手に、選出され、2着となった。ガールズ・グランプリは出場は、第1回のみだが、ガールズ・ケイリンフェスティバルでは、過去に、第3回と第4回で決勝に進出した。また、ガールズ・ケイリンコレクションでは2015年6月、岸和田ステージで、 初出場も落ち着き券となったが、2017年3月、高松ステージでは6着、続く5月、慶応格ステージでは2着となる。その後はしばらくと抱いたが、2021年5月、慶応格ステージ出場券をかけた、トライアルレースで、決勝2着に入り出場券を獲得、4年ぶりに出場を決める。同レースでは、佐藤水菜を追走するもかわせず2着となったが、 慶応角競輪場でのビッグレースは、自身2着が3度目と相性の良さを見せつけた。ありがとうございます。